大相撲春場所、千秋楽、24日、エディオンアリーナ大阪。幕内の優勝争いで単独トップを走っている新入幕で東前頭17枚目の孫藤、24、イコール伊勢ヶ浜イコールが、千秋楽に出場する。師匠の伊勢ヶ浜親方、元横綱旭藤、が、出る方向で調整している、と明かした。午後二時過ぎ、 孫富士はタクシーから一人で降り、ゆっくりした足取りで会場に入った。孫富士は14日目の朝の山線で2杯目を喫した際、右足を負傷。車椅子で引き上げ、装具で右膝下を固定された状態で救急搬送されていた。幹部については、足の甲とか足首とか色々。それはまた後で、と語った。 先週楽はオーストラリアの山が空いて、勝てば文句なし、敗れても一差の参拝で追う平幕大の里が大関豊昇流に敗れれば、1914年夏場所の両国以来110年ぶりの新入幕優勝が決まる。